こんにちは、うさぎのコロタンです。コロタンは今夏に向けて寒毛期が始まりました。今のコロタンの様子を紹介します。コロタンの毛の色はベージュになったり茶色になったりと薄くなったり濃くなったりするので、寒毛期が始まるといつも変な模様ができます。まずこちらのお尻をご覧ください。お尻に野球ボールのような模様ができています。このプリプリ具合がウサギ好きにはたまらないですね。で、耳も良くなるんですが、マロの白い版みたいな、ちょっと円形脱毛症みたいにも見えちゃうんですけど、こんな風に白い丸い模様ができちゃいます。鼻、こんな風にちょっと撫でるだけでもすごく毛が舞います。ちょっと映ってないんですけど、すごく今毛が舞ってます。でもあっという間に服がこんな風に毛だらけになっちゃうんですよね。もう毛を取るためのコロコロやガムテープが欠かせません。あれも撫でちゃうんですけどね。で、こうやって撫でてたらコロタン自身も顔中抜けた毛だらけになってしまいます。で、そして目元が今回陥没してきてるんですよ。なんかロックンロールのようなヘビメタのようなメイクをしたような顔になってて、いつもの可愛いコロタンとはちょっと違って、ちょっとヒール系のロック系の顔に仕上がっています。というわけで、ウサギはいつもモフモフではなく、寒毛期が始まるとボコボコになったり変な模様ができたりするよという動画でした。共感した方、へーと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。